クラーク・グレッグはアメリカ合衆国の俳優、脚本家、映画監督。マサチューセッツ州ボストンで生まれる。父は米国性公会で聖職者をしている。ノースカロライナ州チャペルヒルで育つ。映画のラブリーアメージング・イングッドカンパニー、白いカラス、テレビドラマの二人は友達。ウィルグレース、スポーツナイト、セックスザシティ。 ザ・ホワイトハウスなどでは空き役として出演する。2000年の映画、ホワット・ライズ・ビニースで、脚本も執筆している。近年では、アイアンマンをはじめとする、マーベルコミック原作映画で、SHIELD のエージェントのフィルコールソン役で、出演。2008年には、チャック・パラニュークの小説、チョーク、を原作とした映画、セックスクラブを、監督、脚本した。 2001年6月に女優のジェニファー・グレイと結婚。同年12月3日に長女が誕生する。2020年離婚。19年の結婚生活に終止符円満な離婚であることを述べ、泣きながら投稿していることも SNS で明かした。ブラジリアン柔術の黒帯を取得している。2016年。ありがとうございます。